まずそのポジションだと結構もう下がりすぎだから、そっちにボールがある程度よね。そう、こっちにもボールがあったとしたら、それでも私ここにしかいない。もうちょっとそうだな、まあじゃあちょっとそこからやってみようか。センターラインぐらいに斜めにボール出すから、じゃあ佐藤があの手を出すボールと手を出さないボール。あ、なるほどね。これ手出さないわ。あ、これでもいけるとやっぱりダブルスは強いかなと思うよね。これいかないのよ。これならまだいける。なるほどね。これもいける。これはあんまいかない。これはじゃあ自分でどこまで行きたいかだよね。どこまで行きたいか。そう、実際。実際は。今じゃあコーチに出ないといけないって感じるところ、気持ちは、あのしかも私こんなに今横に出てるけど、本当気持ちはね、もっとこういってるつもりなので、ここら辺のボールまでは取ろうと思ってるんだけど、でも実際あの試合とかしてるとだいたいここ取れても、ここほら、やっぱ横に動いてるね。そう、そうなの。ちょっと頑張って左足をちょっと素振りで一回、左足を、そうで、そう、そうすると、あ、そんな、何歩歩いてんの左に1本、そうそうそう、そう2歩でいい。これができないの。ちょっとそれやってみる。そんな遠く出さないから、いけるじゃん。で、あ、ごめん、できるじゃん。今遠く出しちゃったけどできるんだけど、実際試合になると手出せないの。なぜ、怖いじゃん。何が怖い？失敗が怖いじゃん。失敗が怖いの。ストレート抜かれることは怖くない。そう。あ、なんかあのなんかね、絶対後ろの人が取れるじゃん、こんなボール。まあそうだね。でもそれをわざわざ遮って私が行くわけでしょ。なんかすごい取った後になんかあの迷惑かけてるってしか思わないの。なんか、あ、手出したのに決められなくてごめんっていうこの気持ち。だから今ほらダブルスでさ、ここが組んだ時、2人で試合出るときとかはほらサーブで自分でサインプレーを出すから行くのは大丈夫なんです。最近サインプレーやってるからね。そう、でもなんかこのラリーをする間に行くのができないの。どうすればいいですか。その出るボールは決めてる。え、決めてる。味方が打ったボールが、じゃあ今対戦、僕から来るボールが、例えばじゃあ僕の体勢がどうなったとか、どこに配球されたとか、それで決めたりはしてない。え、なんかあの、あ、いいところ入ったな、あ、次行きたいなって気持ちあるんだけど行けないの。それは多分いいところに入ってないんだと思う。あ、そうだね。味方のボールが、だからその自分の中でのその多分決め事が多分まだ薄いんじゃないのかな。あ、薄いと思う。もうちょっとなんとなくだもん、決めといた方がいい。僕は基本出る時っていうのはもう相手の頭が下がった時とかボールしか見てない時にやっぱりゴールする感じが強い。 あとは意外と時間がある時、味方が打ったボールがふんわりしてゆっくり来るじゃん、ゆっくり弾むじゃん、そのボールって意外と僕出てる。多分そういうのって、まあ、もちろんこっちをちょっとケアはします。ストレートケアって見せつつ、このモーションに入った瞬間にパッて出ちゃう。例えば相手が、自分の味方がスライスの足元を打ちました、はいはい、ってなった時ってさ、結構こうなってさ、ストレートに打つ人も多いじゃない。だから本当は深いボールで相手崩れてるんだけど動けなかったりとかするじゃん。だからなんか行って逆行かれたらどうしようとかやっぱ思っちゃうんだよね。案外ね、やっぱりね、こう相手がしっかり構えてて、例えばバックでさ、クロスラリーしてるじゃん、ジョダブとかで、こうなった時って時間がある時って意外とこの人ってストレートじゃなかったらつなぐ可能性が高い。うんうんうん、そこを結構パッて出ちゃう人は強いなっていうのは見てて思う。あ、ちょっと出てこない、一回こう構えててこうなった時ここで出る。そう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 、はい、そうするとこの人はあれ繋いだつもりなのに、うんうん、でこの人ストレートケアしてたんじゃないのっていう感覚。だからストレートをちょっとケアしつつも、ストレートをちょっとケアしつつ、ケアしつつも、あ、無理ケアしすぎちゃうのかもね。もう一回やってみようか、この練習してみるか。完全にストレートをケアしつつの、はい、これよ。なんかね、一歩目がめちゃくちゃ遅いの。左足だな、やっぱり。もう一回行くよ。ほらこれ多いのよ。なるほど、ちょっと何球かやってみよう。
ほら、だからもうクロスに来るっていうことがやっぱ頭にあるから、どうしてもやっぱなんかあの出るっていうのが分かってると先行っちゃうんだよね。でもなんかストレートケアしてからって言われると逆にこっちがおろそかになっちゃうから。ストレートケアするってどうやってケアしてる？気持ち若干右足に乗っとく。ああ、なるほどね。それいらないと思う。気持ちだけいってればいい。じゃ あの気持ちだけ行こうとすると今度こっち守ろうとするときに体がこっち寄っちゃうの。まあ、でもそれはコーチに行く前提だからいいんじゃない。結局こっちはさ今さ、まあ、来ない、ちょっと手で今話しちゃってるけど、うん、実際はもしかしたら来るかもしれないっていうメンタルだけ、気持ちだけケアしておけばいいんじゃない。でも基本はこっちをやっぱりか、もしくは立ち位置をもう変えちゃう、もう一歩左に寄っちゃう。そうすればストレートじゃあ取ってみて、こっちの方がまだ届くよ。まあまあまあ、そうね、っていう方法もありだけど、それをどう選ぶか。確かにね、ポジションじゃあこれ半分真ん中、半分真ん中立ってるじゃん、うん、これでもう一歩左寄ってごらん、半分それぐらい。そうすると結構こっち空いてるなってこっち思う。空いてる、うん、で実際来ても届くでしょ多分。そこはさすがにね、確かにここ当たんなくていいよ。ここに入ったらこれはもう無理だと思う、はい、これはもうしょうがない。でもここだったらなんとか多分取れそうじゃない。取れそうだけど多分取ろうと思わない。でもここは取んなくていいと思う。でもこのシングルスラインぐらいの来たボールだけもケアしとけばいいからと、じゃないと多分ここは出れない。そうなのよ、うん、それぐらいこうずっと寄っとくやっぱ気持ちが必要かな。だから気持ちの問題なんだろうね。立ち位置ちょっとやっぱ変えてもいいとは思う。左に寄っちゃう。だってあなたそれぐらい飛びつけるやっぱり脚力はあるはずだから、うん、だからこのバックで飛びつくのが弱いんだったらちょっとバックに寄っといた方が取りやすいんじゃないか。なんだろう、フォアだったら飛びつける、飛びつこうと思えばいけるでしょ。だからいいじゃん、こっち開けといて。そしたら、うん、まあ失敗すると思うんだけど、まあ、それはもういい。こっちをなんか抜かれちゃうとか、これは何だろう、テーマかずれるけど、ストレートやられちゃうのは別に悪いことじゃないんだよ、うん、むしろやっぱりセンター抜かれちゃう方がやっぱりこっちからすると楽だし、ストレートなんかやっぱ難しいし、クロスから来たボールをこっちに流す方がやっぱなかなか結構神経やっぱ使うし、ネットも上がってるからね、ミスやっぱ確率低いから、高いから、やっぱこのセンターを通したボールを、ここのボール、こういうのやっぱ行きたい。あれも行こうと思わないのだって基本もうペアの人にもうお願いしますって感じで。もっとまだ横に動いてる、もっと斜め前、これで斜め前、そう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 、ちょっと振るよ、そう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 。だからさっきも前回言ったっすけど、僕の動画でも打った後ラケットがネット触れるぐらいこう詰めれるようにして、触れる、そうギリギリ、うん、そう、さっきの話でここ、もうちょっと左に立とうか。この今半面があるじゃん、ダブルスラインセンターの半面、もうちょっと左にちょっと立って、ここでちょっとストレートでボレストやってて、で僕が体勢崩れたとか、まあ、佐藤で自分でいいなと思ったらちょっとポーチに行くような感じで前に詰めてみようか、うんうん、おそう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 、ナイスショ、はい、お、これよ、いつもこれ。センターだったらセンターからちょっとセンター打ってもらっていい？センター、あ、ごめん、こっちこっち、センターに、センターに来たら、これここってむずいから、あ、結構圧がかかってるから、でやっぱりセンターに配球がうまくできてたら、そう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 、だったらフォアでも取れると思う。そう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 、うん、あー、ごめん、はい、そう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 。でもさ、これでも真横なんだよね。ちょっと横だったな、そこ斜めに頑張れ、ちょっと前に入るとき斜めに入る、これも遅いね、足が合わんのよ。ぎこちないんだもん、だってちょっと不格好だけどでしょ、めちゃくちゃ不格好なわけなの。そう、これいいパターン、今入り方良かったでしょ、このパターンいいんじゃない、取れるでしょ、そこで取れた、そうなったとしても、ほら後ろで待っちゃうのよ。
だからやっぱ来るの待っちゃうんだよね。自分の方に来たら一発で決めてやろうっていう気持ちが、予測も欲しいここではあるからやっぱそこは、予測しても先読みして動く訓練をするしかない、今みたいにこう常にこう前後差もそうだけど、こう常にこう自分で予測して先読みして動く感覚を、操ってる感覚をやっぱり生むっていうのはポイントだ。ちょっとあの税が苦手な方にちょっとあのメッセージを、だからそのポジショニングをまずちょっと考えようねっていうのは言いたいですやっぱり。あ、若干ちょっと、ね、この今もう一回立ってもらって、今もうすでにサドコチ今自然に立ってるのがもうすでに、まあ今左に寄ってるけど若干左寄ってる、若干右に寄ってる感じがやっぱ強いよ、いざじゃあ何も言わないで立ってくださいって結構生徒さんにこれやってもらうんですけど、立ったらみんな大体ここぐらい、もっと右寄ってもらっていい、大体これぐらいになってる、ここまではさすがに、ね、いかないの、だからみんなあとロブを気をしてあの気にしてる可能性があるんだけど、ロブ気にするんだったらこっち寄る必要はそんなにないから、だからあのアレコートは僕捨てていいっていうのは結構生徒さんのスタイルですよ、特にジョダブのレッスン、ジョダブの方なんかはもうアレコート来たらもう相手にもナイスプレーっていう、それよりもやっぱこっちでプレッシャーかけれるようにした方がいいし、で3回以上抜かれたら考えればいいですよ、大体、3回ぐらいもう抜かれたらそしたらケアしましょうねっていう話、1ゲームで3回抜かれたら考えれば僕がいいと思う、1ゲームで3回抜かれる、あんま抜かれない、抜かれないでしょ、3回抜かれなければ僕はいいと思ってるんで、あとはなんか変な話こうあんまり動きすぎなくてもいいかな、最小限で歩いてる感じでやった方が案外決めやすかったりもするし、なんかこう1回1回スピードステップ入れちゃうと動きがこう前に入れなかったりもするかもしれない、試合の時はあんまやんないな、スプリットステップ、やってもあのちゃんと綺麗にやるんじゃなくて、もう本当軽く足が動けばいいかなぐらいの、そう、そう、これだけ、でもそれやって前に来れないんだったら僕いらないのかなっていうの思うんですよ、だったらもうなんかバーってボール来たらちょっとそのまま歩いていこう、歩きながらそのまま行っちゃうような感じの方がまだいいんじゃないかなっていうの思う、それはたまにアドバイスする時はある、なんだろう、あの前にいてステップとかじゃなくてこう動いてるじゃん、基本こう若干動いてるじゃん、この勢いで、この勢いでセンターだったらなんかあのこう前に来て、あセンターだっていうのはあるけど、あんまり多分まっすぐの状態でのこれはあんまないから、あとはそのポジションやっぱこっちに寄せておくことによってのメリットもかなりあるから、ね、実際コートがやっぱ狭く見えたり、まあ、そうだよね、そっちからしたらね、で脚力に自信があればやっぱ開けちゃっていいと思うし、で自信がないんだったらもう一個右寄ってもらって、最低でもこの辺かなと思う、あここだったらまだ居心地は悪くない、でもこっちまで来ると居心地が悪くない、あなたもその辺立たないと多分もう勝てない、で今勝てない相手に勝てない、でもなんかあのここに立ってるくせに取らなかったらお前そこに立ってる意味ないだろうってなってる、でもいいんだよ、プレッシャーかけるっていう意味では全然いいと思う、プレッシャーかけるためにもそこに立つっていうのは結構ポイントだから、勝手にそれでミスしてくれたりもあるし、あと練習としてはさっきみたいにちょっとこうボレスでやってて、ああいう練習をちょっとやったりとか組んでする感じかな、あとはその今できないけどシングルスコートでダブルス練習するとか、あまあそれ前、そうシングルスコートでダブルス練習するとか、それだったらできるのよ、だからそれぐらいの気持ち実際いいよ、だからあれコート捨てちゃっていいから、それはちょっとあれコート捨てるぐらいじゃないとぶっちゃけ言うとやっぱ出れないところではある、それぐらいリスクは必要なところだから、そんな甘い話じゃないと思う、そこはこっちもケアしてこっちも決めたいんですって、なかなかやっぱりそこはどっちか捨てなきゃいけないと、まあ、5-5で構えないから、僕は多分ポーチでいる時は8-2ぐらいですよ、確かに、9-1の時もあるぐらいだけど、確かに、それぐらいの感覚です、やっぱりいつもペアにまあそうだね、ちょっとペアにごめんなさいってちょっと最初言っといて、そういうペアの人と組めたらいいんじゃないですかね、ありがとうございました、下